皆さんどうもこんばんは、こんにちは。サーフゲームの鬼黒メガネです。今日はですね、じゃじゃーん、こちらシマノさんから発売されている、リルですね、ミドルなんて、ミドルスペック、ミドルモデルって言えばいいんですかね、ストラディック 4000XG、俗に言う19ストラディックっていうやつですね。その私が普段使ってるこちら、ダイワさんですね。ダイワさんの、これはダイワさんのレガリス LT3000CXH、価格がまあ8000円ぐらいの、エントリーモデルと言われているものです。サーフゲームを私ね中心に動画を投稿しておりまして、ヒラメをメインに釣ってるんです。でヒラメって引かないんですよ。皆さんお分かりだと思うんですけど、釣った経験がある方は分かると思うんですけど、ヒラメって引かないんですよ。それがあの小座布団だとしたらね、私座布団は釣ったことないけど、小座布団は釣ったことある。68センチ、小座布団とはいえさほど引かないわけですよ。だから別にこのリールでは問題ないわけですよ。それがですね、青物、サーフゲームやってると青物かかります。青物がかかるとですね、この樹脂プラスチック、よくわかんないですけど、これがまあ歪むというか、たわむというか、こううまく巻けない時があるんですね。それがすごいストレスで、そのヒラメをメインに釣るんであれば全然これで問題ない。ただ、青物が結構釣れるようなシーンが多いエリア、フィールドではちょっとこれでは物足りないのかなというところで、常磐エリアではですね、普通はなんかね生息してないらしいんですけど、ここ数年サワラが釣れるようになってきてると、地球温暖化の影響がなんかわからないですけど、そういう大型青物、タチウオとかね、そういう大型の魚が釣れるっていうこともあって、ちょっと物足りないのかなっていうのもあるし、あと私エントリーモデルしかね今まで使ったことないので、ちょっとその見識をね、知識を広げようということで、エントリーモデルから一歩踏み出たミドルクラスのものを買おうということで、使ってみようということで、じゃじゃん、ストラディック 4000XG、 こちら購入しました。給付金から買いました。安倍さんありがとう。ということで、開封してみたいと思います。いきますよ皆さん。黒メガネ初めてのミドルクラスリールです。それではオープン。パーンと、まず展開図来ましたね。展開図はどれ、これリールのハンドルですね。ハンドル、あー、これがボディ、これがボディ、そしてこれなんだ、これわかんないな。そして、あ、バッシャーですね。これはあのラインのね、あのバランスですね。これなんだ、ちょっと待って、説明書書いてある。これ何、謎のクリアなやつは何。すいません、動画を見てる方で、このクリアな、なんかテープかなんかわかんないですけど、これの使い方知ってる人いたら教えてください。はい、ということで、触ってみますよ、早速触ってみますよ。俺の指紋をベタリと、あ、
180だっけな、確かに。で、私右巻きなんで、これなんか違うんだよね、安いそのエントリーモデルとなんか違うんだよね、確かね、リールのあのハンドルの刺し方がよくわかんないんだと思って。これネジなんだ、なんだこれ、入ってるこれ、入ってるこれ、これ閉めるか、巻き心地16 なんかレビュー動画とかインプレでは結構なんか高評価なやつが多かったんですけど、率直な感想ね、率直な感想、16が好き。16ナスキーと変わんないような気がする、ま、気持ち軽いかな、16ナスキーより気持ち軽いかなぐらいで、特に16ナスキーと遜色がないような気がする。これ2万円なの、実売価格。まあその樹脂ボディだと、あ、樹脂ボディかプラスチックか分かんないけど、だとその青物が来た時にたわんでしまうんで、ちょっとじゃ あの金属ボディのものをやってみようかっていうことだったんですけど、そうドラグオンは、あ、こんな感じか、こんな感じか、なるほどね。でもここのラインローラーのところにもうベアリング入ってるんですね、これね。で、スプールを外してみましょうか。ああ、ここ、なんていうのかな、なんとかっていう、ここのプラスチックのパーツ、これがね、ベアリングに、ベアリングを組み込めるらしいですね。改造というかカスタムというかできるらしいですね。ということで、まあ、これだけじゃないんですよ、私が買ったのは。これをカスタムしようということで、まずこの、何ですか、スプール、多分こうドラグの走りに関係するやつなのかな。さっきの、その今見てもらったプラスチックのところに、入れるやつ、これだ、これアマゾンで売ってます、型番が DDL1680HH。 これ釣り具用のベアリングじゃないんですよね。釣り具用のベアリングじゃないんだけど、ここのこのさっき見せたこのスプール外した時のこの中のパーツ、なんだっけ、ドラグワッシャーとかなんとかっていう、この部分、この中の黒い部分、これとサイズと同じベアリングということです。あの魚釣り、そのリール用のベアリングではないです。ただこれの、これと同じ形のベアリングの型番が DDL の 1680HH っていうらしいです。これを購入しました。これで、ベアリングを1個追加すると。そしてあとこのハンドル、このハンドルを変えようと思います。これがなんかね、あんま不評みたいで、これで、これがですね、まあ、付け根か、このハンドルの この
なんか手元部分かどっちか分かんないんですけど、片方がプラスチックで片方がベアリングが入ってるそうです。これをですね変えます。それがこちら、ドドン、ゴム、なんだっけ、ゴメクサスとかなんとかっていうメーカーの、このパワーハンドルっていうのかな、パワーハンドル、これが41ミリ大きいの、わりかしちょっとね私手が大きいもんで、まあ、ちょっと一番大きいもの、こうワイングラスを持つような感じでこう持つのかな、こうこれをこう購入しました。でこのパワーハンドルに、ベアリングが2つも付属してますんで、まあはい、とりあえずまあ純正のものを1回外して、まあ、こっち付属のものをつけたいと思います、はい。まあ、そういうカスタマイズをして、ベアリングを追加して、これをですねちょっとサーフで使って入魂したいと思います。はい、というわけでやってまいりました。朝まずね、シマノさんから発売されているストラディック 4000XG、 なぎっててわかんねえな、滑らかだ滑らかだ、これはすごいスペックだとか騒いでましたけど、そんな言うほどか、メーカー一緒番手一緒の16ナスキーと比べると一緒なんじゃないかな。いやこれマキ上げ量が101センチだっけな、ちょっとありすぎるな多分。ジグがジグパラサーフが浮いてきちゃうな。はい、ということで実際にねサーフに行ってきて、投げてきました。なんだっけ、19ストラディック 4000XG、 ちょっと水飲まして、前評判というか、Amazon とかあとその他ブログなんかで、まあ、レビューを見てたんです。そしたらこれはすごいぞ、もう何か安い、めちゃくちゃ安いステラだみたいな、ステラを触ったことないから分かんないけど、 そんなにすごいのかってい こう期待感を持ってやってたんですけども、正直私の感想はさほどでもないなっていう印象ですね。巻き心地、私がだからその繰り返しになりますけど、過去使ったことあるルアーじゃないリールは、シマノだと16ナスキー 4000XG と比較すると、16ナスキーはなんていうのかな、出だしが重いのかな、ちょっと。でも巻き始めると全然なんてことはない、そのなんてことないスピードとさほど変わんないのかな、出だしが、ちょっと触らせて、そうそう16ラスキーと比べると出だしが軽いっていうだけであんま変わんねえなっていう印象かな。で16ナスキーの 4000XG が 295g に対して、このよ、ストラディックが、280g なんですね。
15グラム違いがあって、でも普段投げてるのは今はダイワのレガリセルティの 3000CXH220g だから重いんだろうなと思って投げてみたんですけど、さほど重さは感じないというか、まあ重いんだけど苦じゃないみたいな。 295g の16ナスキーは重い重いっていう感じでなっちゃうんだけど、そうでもないかな、重さに関してはね、うん、っていうぐらいかな。なんかさほどでもねえなっていう、まあ1回まだ使ったばっかだから、これが実際ね、まあ青物とかそういう引きの強いものをかけてみないとまあわかんないけど、そのなんていうの、たわみ、歪み、そこら辺は。あとね、どうなんだろう、なんかよく言うじゃないですか、ダイワとシマノは番手ちょっと違うよ、ダイワの3000番がシマノの4000番だみたいな、そういう言い方数年前はね、数年前されてたような気がするんだけど、今スペック表を見る限りではそうでもないような気がするんだよね。うん、これ 4000XG が巻き上げ量が101センチなのかな、101センチだとね浮いてきちゃう。リトリーブスピード本当にゆっくりでやんないと、メタルジグ 35g が浮いてきちゃ う。リトリーブして止めた時に1秒ぐらいでトンってこうボトム着底するのがいいドリーブスピードとされてるじゃないですか。なんだろうな、こう普段通りやってると2秒とかね、 1.5 秒とかなんかその辺になっちゃう。だから本当にゆっくりやんないといけないんだけど、それがねやっててちょっとストレスだったかな。私歩くの早いんですよ。スタ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 って言っちゃうんですよ。で人と一緒に歩くと歩幅合わせると足がムズムズするんですよ。気持ち悪いの。そういう感じ？こうなんかね気持ち悪い。これねだどうなのかな。3000HG ハイギア、 3000HG ってのがあって、それがね91センチだったかな、巻き上げ量。そっちでもいいのかなっていう感じかな。4000番はいるのかなってちょっと思ってます。これ仮に聞くんだけど、仮で聞くんだけど、もしこの私が今回使ったあの19ストラディック 4000XG、 これあのパワーハンドルにカスタムして、でこっちスプールも中もベアリング入ってる、これ買い取ってくれる方いらっしゃいますかね。ちょっと参考までに、買い取ってくれる方いらっしゃるんだったらちょっと引き取ってもらいたいなと、番手買いたいな、3000番が欲しいなって思っちゃった。はい、2万円で引き取ってくれる方、ちょっとコメントください。はい、以上黒メガネでした。さほど良さがわからなかったということで締めたいと思います。バイバイ。